はい、どうも、こんにちは。カイワラド TV の新田です。今日の商品は、これ、ピカチュウファンタジースターチョコって言って、まあ、ピカチュウがね、多分これ、サッカーのワールドカップの、まあ、キャンペーン商品かなんかでしょうかね。シールがね、15種類全部入ってるんですけど、まあ、全部じゃないけど、1枚入ってるんですけど、まあ、今日はね、2個買ってきたっていうか、これ、ファミマに売ってあったんで、まあ、ちょっとこの、全15種類、ちょっと、コンプリートしようかなとか、ちょっと考えてます。とりあえず今日は2個買ってきましたね。150円くらいでしたね。とりあえず1個目開けていきましょう。いや、ピカチュウね、これワールドカップのこのシャツ似合いすぎでしょ。うん、ピカチュウは何着ても似合うからね。お、あれなんだこれ、こんな開けづらいのか。お、あれ、これシールどこにあるんだ。あ、ここにあった、ここにシールがあった。取りづらいな。なんだこれ。おっす。あ、ピカチュウじゃん。おお、あら、かわいい。かわいいな、ピカチュウ。おお、これがまあ、まず1枚入ってましたね。裏を見てみると。シールを2枚つなげてみてねって言って。これは、サポーターシールって。あ、これは14枚目っていうか、14種類目って感じかな。アディダス。あ、アディダスとのコラボか。もうアディダス、あ、見えないけどね。まあ、1枚がね、1枚これが出ました。はい。ちょっと、2枚目開けるんです、2個目開けるんですけど、これと同じやつね、出ないでほしいですね。2個買ったのにわざわざ。てか、このね、上の袋が非常に開けづらいんだけど、どうなってんのこれ。シールあるかな？シールがとりあえず埋もれてて、全然わかんないのよ。お、あった。ここか。2枚目、こちら。お！よ、いろんなキャラクター。お、ケロマツとか、ホッコだ。お、これつなげれるかな、これつなげるのかな。あ、違うか。これは何種類目、もう15種類目。14種類目だよね。2個つなげるの、2個つなげても、うん。どういうことかな、これ。これどういうことかな。ゴーゴージャパン。ゴーゴー。ゴーゴー、あ、うん、ごめん、ちょっとよくわからない。よくわからなかった。うん。まあ、こういうシールがついてるということで、まあ、まあね、ワールドカップが、まあ、あるんでしょうね。はい。ということで、今日の商品は、ピカチュウファンタジースターチョコでした。まあ、シールがついてるので、まだ多分売ってあると思うので、コンプリートね、ちょっとしたいと思います。このチョコ美味しいです。はい。ちょっとレビューしながら食べちゃったんですけど、まあ、ぜひね、買ってみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。